田中知恵は東京都出身の女優。父はメイクアップアーティストのトニー田中。アミューズ所属。台湾などのアジアで活動。私立堀越高校、玉川大学出身。1998年美少女 H でドラマデビューする。1999年から2000年にかけてテレビ CM で流れた東京電話では、 ベラウチカンタロウ一家の家族の一人である娘、静江役として出演。白無地のバレーシャツ丸首半袖体操服に、濃厚無地のブルマー。白ソックス、運動靴。頭に、紅白鉢巻きを赤色にして締めた格好で、携帯電話を持って話しながら走るふりをして、宣伝していた。2006年6月に台湾へ渡り、国立台湾市販大学で中国語を学ぶ。 2008年8月に公開され、台湾歴代映画工業成績のランキングで1位になった台湾映画、海角7号君を思う、国境の南では、反一新と共に主演を務めた。2008年12月3日、台湾ヤフーによる世論調査、2008年台湾マン・オブ・ザ・イヤーにおいて、沈水編、o a 系に次ぐ3位となった。2012年、 国際社会で顕著な活動を行い世界で日本の発信に貢献したとして内閣府から世界で活躍し日本を発信する日本人の一人に選ばれた。日本の芸能界に身を置いた10年間は自分には特徴がなかったと感じていた。自分の実力で仕事をしたいという思いだけで2006年単身で台湾へ渡る。台湾においては市販大学で 北京語を学ぶ。当初、北京語を完璧にマスターすること、そのために日本人の友人を作らない、この二つを自らに課していた。台湾に渡った後の一年以上、先が見えない生活を過ごすが、無名の田中に天気が訪れる。台湾生活の悩みを綴っていた、田中のブログを見た映画監督、ウェイバーションから、映画、海角七号くん思う。 国境の南のヒロインに抜擢される。当時台湾映画界は1998年以降の映画不況の真っ只中で10年間ヒット作がなく、この映画の撮影も資金難に遭遇し、二度撮影が中断した。しかし、田中は資金集めに協力し、スタッフと一緒になり、スポンサーに頭を下げて歩いた。その後、海角七号くんを思う国境の南は、 2008年に公開されると、台湾映画史上におけるナンバーワンの興業収入を達成する大ヒットを飛ばし、台湾版アカデミー賞といわれる金馬進むにおいて、10部門がノミネートされ6部門が受賞する快挙を達成した。近況としては、中国電営集団の会長で、レッドクリフのプロデューサーでもある、ハン・サンピンが2010年公開予定の映画、愛情36系の主演に、 田中を指名している。中国語圏では、反対字で、田中知恵、反対字で、田中線と表記される。ピンインでは、ティンスホンキアンヒューイ。ありがとうございます。